皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はロリータヘアアレンジ10パターンをご紹介したいと思います。ロリータはいろんなヘアアクセサリーやヘア小物があるので、そういうのを使っていろんな髪型ができると思うので、そちらもぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それではスタートです。こちらの帽子を使ったヘアアレンジをご紹介します。まず2つに分けます。で、低めの位置で結びます。こちら側も同じように低めの位置で結びます。同じぐらいにしたらくるりんぱをします。こちらも同じようにくるりんぱします。くるりんぱをしたらちょっと上に上げます。で、このゴムの部分にリボンコームをつけます。リボンはお洋服の色に合わせてチェンジしてください。で、この帽子をかぶります。前髪を整えて、リボンを整えて、これで完成です。夏にぴったりのカンカン帽を使ったヘアアレンジをご紹介します。まずこちらも2つに分けます。で、三つ編みをしていきます。三つ編みは結構きつめにした方が後で崩しにくくなるので、割と強めにきつめに下の方まで編んでいきます。で、ゴムで留めます。反対も同じようにしていきます。下の方までやったら綿ゴムで留めていきます。で、二つ三つ編みになってます。で、私がよくやるのは、こうやってドーナツっぽくしてボブっぽくするのは以前もご紹介してるんですけど、そうではなくて、なるべく下にボリュームを持たせた方が小顔にもなるので、これをまたくるくるしていきます。で、ゴムで留めます。こちらも同じようにくるくる巻いて、こういう風にゴムで。で、このゴムの部分がちょっとダサいので、ここにまたリボンをつけていきます。今回はいちごちゃんのリボンにします。結構この下につけるゴムはプラスチックのゴムよりも、こういうしっかりとした太めのゴムの方が留まりやすいので、三つ編みの下につける方はこちらの方でいいと思うんですけど、まとめて上にガシッと使うゴムはこちらがおすすめです。最後にカンカン帽をつけたいと思います。ロリータのカンカン帽はこういうアクセサリーがついているものが多いと思うんですけど、真ん中にかぶるのも可愛いんですけど、少しリボン横にあるようにつけた方が可愛いと思うので、この帽子はついてるんですけど、こういうコームみたいなもの、こちらキワ製作所とかで売ってると思うんですけど、こういうものを帽子につけとくと髪の毛にカシッとはまりやすくなるので、風でも飛ばなくなりますので、こういうのを帽子にカスタマイズするのもおすすめです。これをこういう感じでつけます。これで完成です。続いてはボンネットとリボンを使ったヘアアレンジをご紹介します。リボンはサテンとかよりもちょっとオーガンジーっぽい方がヘアアレンジしやすいので、オーガンジーのリボンがおすすめです。これもツインテールにしていきます。で、低めに湯きます。左右同じようにやっていきます。このように結んだら、このリボンを切っていきます。で、リボンの長さなんですけど、自分の髪の毛の長さよりも少し長めにとって、ここからまあスタートするとして、蝶々結びを 3,4 個作っていくので、その分が必要になるので、自分の長さよりもちょっと長めですね。20センチぐらいは長い方がいいかと思うんですけど、必要になります。まず蝶々結びをします。割としっかりめに蝶々結び綺麗にしていきます。小さい方が可愛いので、あまり大きい蝶々結びにならないように小さめにします。で、この2つの間に
プルリンパします。ここも蝶々結びをします。またこちらもの間開けてくるりんぱをして蝶々結びをします。ちょっと今回リボンの長さがこんな感じだったのでこのぐらいにしますけど、もう少しあと倍ぐらいですね、今20センチぐらい髪の長さよりも多くカットしたんですけど、もう少しお茶会とかゴージャスな時はあともう20センチ、トータル40センチぐらい自分の長さよりも長くリボンを切ると下までいけると思います。あと 2,3 個リボンが作れると思うので、その時の TPO に合わせてコーディネートに合わせてアレンジしてください。反対側もやっていきます。結構ギュッと結んだ方が安定するので最初の一発目は結構きつめに蝶々結びをしていきます。で、2つ全体のバランスを見てちょっとほぐしていきます。で、リボンが目立たなくなっちゃう場合があるので割とリボンをこう引き出す感じにしてください。あと髪の毛もちょっと緩めにした方が可愛いので少し引き出す感じでルーズな感じにすると可愛いです。これでボンネットをかぶったら出来上がりです。ボンネットのリボンは前でも後ろでもどちらでも可愛いと思うんですけど、今回リボンアレンジがあるので後ろにします。これでボンネットアレンジの完成です。続いてヘッドドレスとリボンを使ったヘアアレンジをご紹介します。ヘッドドレスは割と高めの位置に髪の毛を持ってきた方が可愛いので今回はミニーちゃんっぽいヘアアレンジをしたいと思います。まずこれも2つに分けます。で、高めにツインテールにします。で、ピンで留めます。割としっかりとやっちゃうとなんか和風っぽいアレンジになっちゃうのでわざとぐちゃっとした方が可愛いと思います。最初ゴムでぐちゃっとやるんですけどその後はピンでなるべく両サイドの形とかを整えるようにすると簡単にできるのでピンで鏡を見ながらお団子の形を整えていきます。でなるべく大きめの方が可愛いのでランダムに大きめにをモットーにしてお団子を作っていきます。それでこちらのヘッドドレスをつけていきます。ミニーちゃんっぽい感じもあるんですけどちょっとクマさんとかウサギちゃんとか猫っぽいアレンジでもあるのでお洋服の柄にそういうアニマル系のものがあるものとかと合わせてもすごく可愛いと思います。これだけでも可愛いんですけどここに先ほどのリボンを刺してもうちょっとゴージャスにしていきます。リボンはピンクとかブルーとかいろんな色のリボンを使った方がよりパステル感も出て可愛いのでいろんなリボンを用意します。で、鏡を見ながら目立つところにですねちょっと刺していきます。あとは全体のバランスを見ながら可愛い感じに調整していきます。リボンの色味なんですけどなるべく洋服にある色を取り入れてやった方が全体のバランスが可愛くなるのでお洋服にあるような色、今回紫とかブルーとか赤とかピンクがあるのでそういった色をリボンに取り入れています。こんな感じで出来上がりです。まず2つに分けたらここから編み込みをしていきます。この髪型は梅雨の時期とか夏とかすごい汗をかいてる時期とかでも崩れにくくて割と凝った髪型に見えるので私もよくプライベートでやってる髪型です。この髪型も上の方 3,4 個ぐらい編み込みした後に下までは普通に三つ編みをするんですけどしっかりと編んでいった方が可愛いです。ベレー帽とか帽子とかボンネットとか頭の上に乗るものはなるべくお下げとか下のツインテールとか下の方にボリュームがある髪型が特に可愛いと思います。編み込みのポイントとしては少しずつ髪の毛を左右から取っていくっていう感じで最初から一気に毛を取ってしまうと編み込めなくなってしまうので本当に最初は少しずつ少しずつ編み込んでいくっていう感じがおすすめです。で、
耳の下の方に行ったら、もうあとは一気に普通に三つ編みをするだけなので、そこまでちょっと頑張って編み込んでもらう感じですね。3つぐらい編み込めると思います。で、高さを合わせます。ゴムで留めます。で、編み込みを少しほどいていきます。ルーズな感じにした方がおしゃれで、すごくアンニュイな感じになって可愛いので、で、前髪を少し薄めにします。今っぽいシースルーバングに着ています。ベレー帽をかぶります。で、このシースルーバングで留めたところも隠していきます。で、この毛先のゴムのところにリボンバレッタをつけてゴムを隠していきます。ベレー帽は主に秋冬流行るファッションになるので、ベッチンとかそういう生地のリボンの方がベレー帽との相性もいいです。これで完成です。続いてリボンカチューシャを使ったヘアアレンジをご紹介します。前髪を三つ編みでなくしていきます。ロリータファッションだと前髪があるのが必須みたいな感じになってはいるんですけど、たまにちょっと可愛い感じとか大人っぽい印象にしたいときは前髪をなしにするのもおすすめです。ゴムで留めます。で、ちょっと遅れ毛はピンで留めます。リボンカチューシャをつけます。これで完成です。じゃあ両サイドを持ってきてゴムで結びます。くるりんぱします。三つ編みをしていきます。で、くるりんぱしたところもちょっとルーズに出していきます。三つ編みのやつもルーズに出していきます。で、リボンコーム2つなんですけど、ここのゴムのところに隠す感じでリボンを持ってきます。で、もう一つは先ほどのくるりんぱのところにゴムを隠す感じで使っていきます。で、最後にこちらのハートのバレッタをつけていきます。完成です。これ普通にかぶれるウィッグなんですけど、ウィッグを上から自分の頭にかぶせる、で、前髪は自分の前髪っていう形のヘアアレンジをご紹介したいと思います。ウィッグを全がぶりすると結構頭が痛くなっちゃったりとか、夏だと暑かったりとか、あと不自然な感じになっちゃったりとかっていうことがあるんですけど、このウィッグのかぶり方だとそういうのも全部なくって、とても簡単にアレンジできるのでおすすめです。じゃあまずはネットとかもかぶらずに髪の毛をまとめていきます。団子にします。で、ウィッグをつけます。これ前髪があるフルウィッグなんですけど、前髪のところだけ折ってそれをかぶせます。なるべく自分の地毛と合うウィッグを選ぶのがポイントです。で、ピンで留めていきます。ちょっとこの境目のところがウィッグと前髪、自分の毛のところが不自然なので、そこを隠すように花冠をつけていきます。あとは髪の毛をちょっとなじませて、こうするとちょっとボブっぽくなった感じになります。私前髪崩れるの嫌なんで、この辺から髪の毛を持ってきてここで留めます。あと三つ編みで髪の毛をまとめます。三つ編みは下の方までピンで留めます。で、ネットをつけます。で、ピンで留めます。で、ウィッグをかぶります。結構派手めの色なんですけど、お洋服がピンクが入っているので、このピンクとも相性がいいので、こういうロリータファッションでも合わせやすいです。前髪は上目で、目と眉毛の間ぐらいにウィッグの髪の毛がくるようにします。ゆるく三つ編みします。割とウィッグは耳を出しちゃうと境目が見えやすくなっちゃうので、三つ編みとかアレンジする時もあんまり耳は出さないでちょっと隠しとく方が自然になるのでおすすめです。で、カチューシャを
つけていきます。これで完成です。目とかぶるのは同じです。これも目と眉毛の間ぐらいに前髪がくるようにします。で、カチューシャつけます。で、メガネします。メガネをつけるときなんですけど、もみあげのところが見えちゃうとウィッグと髪の境目が分かっちゃうので、メガネをつける時も必ずもみあげのところにウィッグの毛を垂らしてから、その上からメガネをつけるとより自然になるので、そういう風につけてください。ロリータのヘアアレンジ10パターンご紹介したんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。どれもだいたい3分から5分でできるヘアアレンジになっているので、とても時短で早くできるアレンジなので、ぜひぜひ参考にしてみてください。他にもみさこの動画いっぱいあるので、そちらもチェックしてみてください。それではバイバーイ。